驚愕の真実。藤井聡太と佐藤孝志彦の教養比較将棋会で一世風靡を巻き起こした藤井聡太七段。彼の圧倒的な強さには多くの人々が驚嘆しています。しかしながら彼の強さだけでなく教養の深さにも注目が集まっています。一方で藤井聡太と同じく将棋界で活躍していた佐藤孝志彦八段、彼もまた将棋界において多大な功績を残した人物の一人です。しかし彼の教養についてはあまり知られていません。そこで今回は藤井聡太と佐藤孝志彦の教養について比較してみたいと思います。まずは藤井聡太の教養について見ていきましょう。藤井聡太はまだ10代にして大学生並みの教養を持っていると言われています。彼は自分が興味を持ったことについては熱心に学び知識を深めているとのこと。また将棋以外の分野にも幅広い知識を持っていることが多くの人々から注目されています。それに対して佐藤孝志彦の教養についてはあまり知られていません。彼は将棋に没頭していたため他の分野についてはあまり深くは学んでいなかったようです。そこで私は佐藤孝志彦に直接彼の教養について聞いてみることにしました。佐藤孝志彦は将棋に打ち込んでいたため他の分野についてはあまり深くは学んでいない。ただし将棋だけでなく人生についても考えるようになり多くのことを学んできたと答えました。この答えには私も驚きました。佐藤孝志彦は将棋に打ち込むことで人生について考えるようになり多くのことを学んできたのです。彼の教養についてはまだまだ知られていないことがたくさんあるかもしれません。結局のところ藤井聡太と佐藤孝志彦の教養についてはそれぞれ違った魅力があります。藤井聡太は若くして幅広い知識を持っていることが魅力であり、佐藤孝志彦は将棋を通じて得た人生哲学を持っていることが魅力となっています。将棋界には強さだけでなく教養や人生哲学を持つ人物がたくさんいます。彼らの魅力に触れることで私たちもより豊かな人生を送ることができるかもしれません。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。